非常に硬いイメージがある古い硬いイメージがある中でどうやってその身近なものとして、感じてもらえるかっていうところで、まあ、お金はたくさんありますが、あのこの人しかもプロのキャラクターデザイナーで多分実際に頼むこと高い人なんですね。で、その私がもうお願いしますって言ったわけじゃなくて、作って送ってくれたんで、 ありがたく拝借したんですけど、そうするときっとこれはチビに違いないということで、そこは慌ててね、銀行のロゴまで作んなきゃいけないから、キャラクターを選びそうな感じでイメチェンする銀行の感じっていうのを一緒に作って、まあね、小さな積み重ねが大きな力になるので地方を誘導する流れがあるだろうということで地方銀行のキャラクターになりました。これはすごいですよね。80年前の街の様子を長官として描いてもらうということにして、これは語り出すと長くなるので、勇気を持って飛ばしますが、80年前の様子を想像で描いてくれて、はい、で、これはうちのなんか便宜上入れてるんですが、本が出ましたとはいえ、もう5年前でしかも絶版になってるので、アマゾンで見たら今3000円とかになってびっくりしちゃったんですけど、図書館で探すといいのかって著者が言う。で、あと受注生産ということで、これ仕事になるんですかって聞かれるんですが、私の収入の 5% は架空の地図の制作です。これを実際受給でもらうと 5% ってまたね、消費税未満の微妙な割合ですけど、一番大きかったのがさっきちらっと出ていた NHK の土曜ドラマ64です。架空の件、事件で起こる刑事ドラマで、地図を見ながら、犯人の指示に従って追いかけていくというドラマなんですが、設定が64って昭和64年、つまり1989年なので、かなりはありません。雑誌の地図を開いて追いかけていく。なので、この89年分のですね、ちょっと古いレイアウトの地図を遊びに行って、こう追いかけていくと。そんな感じで、ご覧になりました。ありがとうございます。そんな感じでした。まあ、その時にね、初めて受注生産で作ったのは住宅地図でしたね。はい。被害者の家の様子、そして被害者の家はここだけなんですけど、その周り、全然映らない周りの家の名字を書く。考えるとか、さっきのね、ちょっと河辺何でを思い出しましたけど、はい、そういう感じでした。で、いつも不思議なのは、空想地図の入り込むように眺める人々です。この人たち別に地図好きでもないんですね。なぜ地図好きでもない人がこの地図にのめり込んでいるのかが不思議でした。じゃあ空想地図と実在の地図の違いを考えました。私にとっては、行ったことのない場所の地図と、空想地図は似たようなものでした。つまり地図を見て見知らぬ日常を想像するという意味では一緒だったからです。ところが多くの人は既存の地図、実際実在する地図を見知らぬ日常を想像する道具とは思ってないわけです。目的地と現在地の最短距離を探るための道具に過ぎないということで、そこに想像の余地が入ることはなかったんでしょうね。実在の地図はそこには事実がある。そして、今の時代は検索すれば出てくるし、知らない街だったとしてもその場所を知る人がいるので、想像の余地はあんまり感じたことがない人が多いようです。で、空想地図を見てその事実もないし検索しても出てこないし誰も知らないというところに、自分がやっと自分が想像しないと見えないっていう理解なので、初めてそこで、地図を見て想像力をかきたてられる経験をするようです。ということで、その創造性を拡大しようということで、あなたにぴったりの街と物件を見つけるうちに金子シェル空想都市引っ越し相談会を2年前にやりました。そのためにさっきの間取り図を作っています。30種類間取り図を作りまして、来た人の好みを聞いておすすめの物件を案内するということをしました。あとは、地図をですね、まあ、街中から田舎までの地図模様を、キットにしまして、これをちょびちょび切り貼りすると簡単に空想地図ができちゃうっていう、お手頃空想地図キットを作りまして、これをいろんなところで少しずつやっております。これ箱庭療法みたいな感じで、あるところでやると新興宗教の施設ばっかり作るみたいな感じで何を抱えているんだみたいな。で、あとはなんかこう川で隔てられてて、あっちとこっちの橋が全くない、仲悪いのか、自分の中にあるいろんな面を出している
ところだったり、あと作ってて、あ、この人の出身ここかなっていうのが見えてくる場合があります。結構見てると、この人は長野県の飯田出身かなと思ったら飯田だったみたいなことがありましたね。はい、だそういう、こう幼少期の風景の記憶が、地図で作ると、私もそれを見て、あ、こういう風景だったのかなみたいなことが見えてくることがあります。で、あとはこれからの話なんですが、町づくりとか都市問題の事例研究プラットフォームテーマなど、町づくりの成功事例は講演することもあれば本で出ることもあるんです。でも失敗事例ってなかなか本にならないですね。怒られるからですよね。でも失敗事例にこそ学びがあると私は思っています。あるおじちゃんが5年だからこの計画が30年止まったみたいなことがあった時に、そのおじさんへの文句っていうよりは、一体このどういうおじさんが重要な人物なのか、そしてどこが一番外しちゃいけないポイントなのかみたいなことを失敗事例から学ぶと、これも失敗しないんじゃないかと。で、この町ですね、一切風評被害を気にしなくていい都市なんです。誰も傷つかないということで、ここのこういうところで、こういうところで問題があってみたいなことを蓄積するプラットフォームに使えるんじゃないかなと、あらゆる可能性を感じながらおります。で、そうなったら面白いなと思いながらですね、実のところ作ること以外が受動的で、まあ、作ることに私はピーク、作る状態がピークで、作り終わるともう何でしょう、それをどう生かすかっていうところになかなかエネルギーがいかず、次何作るかっていうところに行っちゃって、それを活用する方向に行かない癖があります。本、テレビ、イベントとか、そういう他の創作家のクリエイターの参画みたいな、結果として出すとすごく精力的に動いているように見えるんですけど、全部やってきているので、私が積極的に動いた結果ではないというところが、まあ、ボトルネックです。今後どうなるのかはそういうわけで来る波次第です。なのでいい波来るといいなと思って、いろんなところでこんなこうなったらいいのをいろんなところで喋りまくっています。はい、まあ、あれですね、植物でいうとタンポポの綿毛みたいな感じですね。言ったらもうどこに行くか分からないけど、たくさん数十個あるタンポポの綿毛のどれかが咲けばいいみたいな、そんな感じなので、割とタンポポの綿毛型って自分の人生は言ってます。はい、で、あ、これはいろいろ時間があると、空想地図はアートなのかっていう話で、昨年ちょうど現代美術作家になってしまったのでいろいろなってしまうんですね。もともと7歳の頃、塔の方には全く自覚がないわけです。ただ、空想地図を書くことを隠してはいなかった。ここが多分、多くの人との違いでした。で、へえ、変わってるねって言われるぐらいでした。まあ、変わってるねって言われるぐらいで、まあ、変わってるんだなっていうことで、自分の中で吸収していたので、そんなもんかと。で、2006年、美大を出た人がですね、この作品はって言い始めて、作品じゃないですよ、ただの地図ですよって言ったんですけど、これを作品だと扱う人がいたことが新鮮でした。美大を出た人にそういう感性があるのかと。この空想地図、へえ、変わってるねっていうものを作品はって扱う人がいるなと。つまり同じものでも見る人によって、その違うものに見えるっていうことに、大学2年生ぐらいね、の時に気づきました。そして2008年ぐらい、社会企業、ベンチャー企業界隈の人々が、なんかわからないけど、すごい面白いみたいな感じで、よっぽど、地図好き、地理好きより、妙にテンションの高い反応をいただきました。思った以上に面白がられるんで、俺は、なんて反応から返せばいいのかわからなかったんですけど、まあ、どうも、みたいな感じで。で、就職活動も、全然この話をしてなかったんですけど、この話をしたらやたら面接官が食いついて結局内定というよくわからない結果になりました。そんなに決め手になるのかよと。で、気づけば研究者、企業、アート、建築、あらゆる人との交流が増えて、まあ、空想地図は人間